安岡武久は、日本の内務官僚、政治家、衆議院議員、鹿児島県大島郡受県村出身、天見大島の生まれ、旧姓七校、東京帝国大学法学部政治学科卒。内務省入省後、海軍司政官、大阪府特効課長、鹿児島県副知事などを経て、1951年の第2回鹿児島県知事に自由党公認で立候補。 したが落選。1954年に行われた天見群島の日本復帰に伴う衆院選に天見群島区から自由党公認で出馬した。同じ自由党からは、総善清志が出馬し、その他にも伊藤隆治や泉義郎など有力候補が乱立し、結果として再選挙までも連れ込んだ混戦を制止当選した。その後は自由党自由民主党に席を置きながら、 伊藤との激戦を戦い互いに当落を繰り返すことになる。池田浜前尾派に所属し、池田内閣で内閣官房副長官に就任する。他に、郵政政務次官、衆議院地方行政委員会理事、農林水産委員会幹未資源に関する、小委員会委員などの要職を歴任した。1969年に、政会員に対して地盤を 長男の安岡沖春に譲った。1973年に、訓二等随法賞を受賞。1983年2月7日、旧成人不全のため死去。去年80。ありがとうございます。